八幡南小学校の湯口正文教諭からは八幡南小学校での子どもたちの体力向上の取り組みについてお話がありました日本は、えー、学校体育という場が子どものを取り巻くスポーツ環境に大きな役割を果たしておりますこの学校体育っていうのはスポーツ実践を直接内容とします体育の授業 それと子供が体を動かせて自由に遊べる学校生活の中での運動ということに大きく二つに分けることができるんじゃないかなというふうにして考えております。我々はこの学体育の授業以外の中で遊びという概念を取り入れました。で遊びというものは子供が自由に体を動かせる場面です。これをどのように 学校生活の中に充実させていくかこれが重要ではないかというようなことですまず朝の活動時間を使いまして子どもの遊びの転換と復活を図ろうとしました本校の子どもの遊びの内容を見てみますと同じ学年の友達と野球をしたりドッジボールをしたりといった本当にもう固定された 遊びなんですね。で、またあの毎日遊んでる友達も固定されているというような実態があります。そういう中で、異学年の友達と遊ぼう、またはそういうね固定された遊び以外のいろいろな遊びの経験をさせたいというようなことから、昔から遊ばれてきた遊びを経験させることで、子どもの遊びをもう少し 仲間もいろいろな仲間、または遊びの種類も広げていけるのではないかというようなことで実践をしております。これはあの子供だけを遊ぶのではなくて、教師も一緒に遊ぶというようなコンセプトで今行っております。左上は一輪車ですね。一輪車をまだあのなかなか乗れない子供が変に寄り添って乗ろうとしている場面ですね。 その右側がかんぽっくり昔よく遊んだと思うんですがかんぽっくりでこの前子供はかんぽっくりで、えー、だるまさんが転んだをやっておりましたそういうようなことで遊んでおります左下は竹馬ですで、えー、その右がゴム跳びというように昔我々が遊んだ遊びを復活させて、えー、子どもの動きですね動きのバリエーション を広げようというようううとといなことで今実践を行っていいるととううようなことです。で我々はその学校生活の中に遊びという概念を導入して子どもの動ける体を育てようとしておりますがよく考えてみると体育てと一緒に仲間づくりや空間づくりまたは時間づくりという遊び力というものも一緒に育てているのではないかと考えております。 徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長で藍住スポーツクラブの鍋島達夫さんからは藍住町における子どもたちのスポーツへの取り組みについてお話がありましたまず学校を主体とした4つの小学校の中で2155人おりますそこで学校の体これをやっておりますそして、えー 競技スポーツに取り組めないが運動したい子どもたちというのがスポーツクラブとしてあるとそこへ子どもたちが来ております212人の子どもたちがこのスポーツクラブに加入をしておりますそして黄色い矢印の方では課外活動で教授スポーツに取り組みたい子どもたちこういう子どもたちはスポーツ少年団に加入をいたしまして教授スポーツに勤しんでいる。 これが人ございますそして、えー、スポーツクラブで、えー、運動が好きになって、えー、教授スポーツにも興味が湧いてくる子どもたちがスポ,スポーツ少年団の方へも移行をしていきますこの3者の関係ですね学校のでできない、えー、取り組めない、まあ、あの運動したいという子どもたちはスポーツクラブで受け入れるそして競技をしたいというものは、えー、スポーツ少年団で 受け入れるそしてスポーツクラブで好きになって教授スポーツにもやりたいという子どもたちは今度はスポーツ少年団にも入っていきますこの3者の関係がうまくいって今相住町ではスポーツというものの運動をさせていただいております相住町の総合的地域スポーツクラブの現況といたしましてはその総会員数は1,350名 男性が511名の女性が839名おいれていますうち個人会員数が718名おられまして男性が247名女性が471名であります、えー、年齢的にいきますと3歳から80ちょっと超えた方々が会員として活動されておりますそして今日の話の中になる3歳児から小学生までが総数212名 男子106名の女子106名と同数であります次に私どもの藍住町スポーツ少年団は少年野球バレーサッカーというところが四国大会とか全国大会へ行って活動していくというようないろいろ活動が活発な藍住町の団体でございます総計男子が291名で女の子が154名 445名でありまして、えー、スポーツクラブの子どもたちと、このスポーツ少年団の子どもたちを合わせしますと、657名の子どもたちが、何らかの学校、体育以外のスポーツに、えー、参加をして活動しておるお約3分,の1パーセン3分の1弱の子どもたちがあ一生懸命活動しておるというところでございます。